そうですね、長岡の学校を選んだってことは、そうですね、私もともとは村上に住んでたんですけど、やっぱり一人暮らししたいなということで、決めましたね。はい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 。もせよ。この時代に生まれて良かったことは、そうですね。戦国乱世。そうですね。血で血を洗わなくて。平成に生まれたから、まあなんとか。まあなんとかね。平和が一番。平和が一番ですよ。今のところこの大喜利したのが一番。オープンキャンパスに参加して良かったことは、うん、やっぱりその高校生と触れ合ったり、まあ、いろんな方と触れ合ったりですね。自分がはい。アルバイトそうですね、アルバイトやってることは何か、やってねえだろ、やってないですね。いいのかな。はい。そうっす。そのうちだけ許せねえな。